はようございます。5月2日木曜日休日の東京インフォメーションです。今週はゴールデンウィーク特別企画、自転車シェアリングを利用したおすすめサイクリングコースを紹介しています。今日はここ千駄ヶ谷駅近くのポートからスタートします。自転車を選ぶ前にはまず電動アシストの充電が残っているか確認しましょう。自転車シェアリングはウェブサイトで利用登録を行い、取得したパスコードを入力するか、事前に登録したスイカやパスモなどの IC カードを鍵としてかざして利用しましょう。それじゃあ行ってきます。東京自転車探訪、本日はいろんな表情を持つ東京を走りながら新緑の季節を満喫するサイクリングコースを紹介します。まず団子坂を降りて根津神社へ。いや、爽やかですね。風が心地いいです。根津神社に着きました。およそ5分で1900年の歴史を持つという根津神社に到着。ツツジがちょうど見頃になっていますね。境内にはおよそ2000坪のツツジ園があり、この季節にはおよそ100種3000株のツツジが咲き競います。6日まで文京ツツジ祭りを開催中です。引き続き白山通りを軽快に進みます。あ、遊園地だ。観覧車が見えてきました。中央線の線路を越えると千代田区に入ります。自転車シェアリングは区をまたいで返却ができるのでとっても便利です。あー、東京駅の駅舎が見えてきました。普段は電車で来ている場所にこうして自転車で来ると、この東京駅もより一層素敵に見えますね。続いては皇居の桜田門を通ります。新緑の季節を迎えた堀沿いはとっても爽やか。日比谷公園に着きました。到着。日比谷公園は自転車でも走ることができます。こうやって自転車で公園を走るとまた違う気分です。花壇の花は季節ごとに植え替えられ、四季折々の彩りを楽しむことができます。これからはツツジやバラ、アジサイが見ごろを迎えるそうです。ここで自転車を返却します。施錠をしてエンターボタンを押せば返却は完了です。さまざまな表情を持つ東京の街を新緑の風に吹かれてサイクリングしてみてはいかがでしょうか。情報をもう一つ、小石川後楽園と清澄庭園ゴールデンウィークの催しのお知らせです。小石川後楽園では5日日曜日子どもの日に竹細工教室が開催されます。一輪挿しと竹笛の制作は午前が10時からと11時から、午後は1時からと2時からで、各回定員は9人です。竹とんぼ作りは自由参加となっています。そして清澄庭園では5日子どもの日に午前10時からと午後1時から親子工作教室が開かれ、竹細工や竹ひごと折り紙での鯉のぼり作りが体験できます。また4日緑の日の午前10時半からと午後1時半からは、深川図書館と連携した園児向けの青空話し会、6日振替休日の午前10時からは園内を庭園職員が案内する庭散歩が行われます。都立9つの庭園は4日緑の日は入園無料、5日子どもの日は中学生以下の入園が無料です。東京インフォメーションのホームページにはこの催しの詳しい情報へのリンクがあります。ここまで東京インフォメーションでした。